おはようございます。栄です。今から市場に行こうと思うんですけど、ここの市場はすごい朝早くからやってて、多分5時とかから開いてるお店もあって、で最近いつも朝にここの市場に行くんですね。で今日はちょっとビデオカメラを持ってその市場を撮影して皆さんにお見せしたいと思います。ではぜひ見てください。市場の裏口から入っていくんですけどね、この裏側には雑貨屋さんとか、あと安い T シャツ、あと靴とか草履とかが売ってるお店が並んでて、観光地で売ってるタイパンツとかもここやったら80バーツぐらいで売ってるので、ここのお店でも石鹸を買おうと思って来たんです。私この石鹸が大好きです。これなんかも良さそうやけど、どうしようかな。やっぱりやめとこう。体に良さそうな美容茶なのかな、漢方薬みたいに、これは煮て飲むのかな。ココナッツオイル。これってウコンかな。すべて試してみたんだけど、バンコクの市場でやっぱり有頭エビが私としてはおすすめかな。新鮮で安いし美味しいなと思うよね。この魚は見た目より美味しかったのよな。らしい。次は野菜コーナーを見たいと思います。
ูกมากอันนี้ลิ้นแม่ทำเลยนะคะยูสตรอยแล้วขาย60แม่ค่ะอันนี้300เป็นตัวใหม่นะคะอันนี้จะเก็บได้1เดือนการไม่ทานข้าวเย็นค่ะจะเก็บได้เดือน2เดือนเพิ่มขึ้นมาแต่นี้ก็คืออยู่ได้3เดือนนอกเย็นอันนี้1เดือนเก็บได้นอกเย็นได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าจะยาวนานกว่านั้นก前を歩いている女性はバンコクでメイドさんの仕事を探しているんですけど、もしメイドを探している方がいらっしゃるなら、ぜひ連絡ください。よろしくお願いします。